ジュアンです。なるめん通りです。前にね、何の動画か覚えてないんだけど、はい、コメントでね、来たのかな、はい、今までで、一番食べたお店はどこですか、一番リピートしたお店。そうあっていうね、質問が来てね。はい。まあなんか、いずれ、すればいいかなと思って取っといておいた、まあ、テーマでさ。はいはいはい。ただ単純に一番今まで食べたお店を紹介するっていうだけの。なるほど。もうそれだけの動画。おー、面白いですね。どこ一番。一番は、多分まだ変わってない、塗り替えられてないと思うんですけど、うん、横浜の吉村屋ですね。結構意外です。うん。マジで？そんな食べてんの？あ、意外ですか？あ、もう二桁は絶対行っていて、15、6回は少なく見積もっても行ってると思います。15、6回か。あ、まあ、だから、それは。15、6回か。いや、っていうか、でも逆に言うと、うん、それ以上食べてるお店が他にないってことですよ。はい。それぐらい、コレクタータイプっていうか、うん、まあもちろん、ラーメン食べ歩き歴が浅いので、こういう結果というか、こういう数字に不甲斐ない結果で申し訳ないですけど、うん。いや、こうなんかさ、はい、家の近所とかさ、はい、まあ、家から学校の通学路とかさ、はい、職場の通勤の途中とかさ、はいはいはい、うん、で、なんかよく言ってたみたいなのないんだ。っていう話は、でもこの話に通ずるんすよ。はい。お、はい。僕、出身が、海老名市っていう、うん、神奈川県海老名市っていうところで、うん、で、もっと細かく言うと、相鉄線で海老名から2駅先に進んだ、うん、相模野っていうところが最寄り駅なんですね。うんうん、で、まあこれ今の相鉄線でもいいんで、うん、相鉄線と、うん、海老名を中心にした小田急線っていうのを考えてもらうと、うん、ラーメンあんまないんですよね、うん、はい、も、いや、もちろんあるわ、こことこことここあるじゃんとか言うかもしんないけど、学生の頃、高校生とかがもう近所で有名だからね、足げく通うみたいなお店って、うん、まあ、ないんですよ、うん、はい、だからね、ほんと相鉄線のそのあたりなんて今でも別だって思い浮かびます？はい、いや、海老名から二俣川までのあのエリアないんですよ、ほんとそれこそラーメンショップとか、うん、はい、そういう話になっちゃうんで、だ、友達と一緒にラーメン屋さんに行くっていうことがあんまりなくて、うん、で、これどっかで話したかな、僕が能動的にラーメンを食べに行った最初のお店が小田急相模原駅にある、うん、町田屋。ああ、でもそれ聞いたから、この間僕食べに行ったもん。ああ、嬉しい。そう、まあ、おお、これがドーリくんのソウルフードかみたいな感じですね。それがもう本当に最初のきっかけで、うん、ラーメンを食べに行くようになるんですけど、うん、まあそもそももう小田急相模原駅とその僕の地元の相模野駅っていうものの距離感が分かる人だったら分かると思うんですけど、うん、その高校生にとってまあちょっとした、うん、移動距離があるわけですよ、うん、はい、うん、で基本電車なんて乗んないし、電車賃すらね、うん、惜しむ感じ、お小遣い少ないからやっぱチャリンコとか、うん、そういうので行くわけですよ。なあ、で、他は、まあ、これもまた別の動画で話したんですけど、相模大野の二郎行ったりだとか、うん、みたいな感じで。うん。だから、本当に近所にいいお店がなくて、で、この後、うん、まあ、学生になって就職する前、フリーターとかかな。うん、はい。まあ、僕、横浜とか、川崎に住んでることが多くて、うん、だから職場もそのあたりっていうことが多かったんですよ、うん、だから横浜駅を通るっていうことがすごい増えたんですね、うん、そっから吉村屋めちゃくちゃ行くようになって、はい、そうなんだ。そうなんですよ、はい、そうなんだ、うん、だ、休日とかに、うん、行ったりとか、その並んででも食べたいって感じだったんだ。あ、そうです。で、ね、多分、その後、ラーメン屋さんになった後とかは、うん、
半日休みっていうのがあるんですよね、ラーメン屋さんって、はい、昼営業出勤して、でまあアイドルタイムぐらいで退勤して、みたいな、その午後空いた時間とかに行ったりとか、結構していて、だからその時は頻度で言うとマックス高かったですね、はい、あ、そうだから修行時代一番食べたかも、はい、なんつって言うじゃん、一風堂時代両方、その2つの時代に一番行ってたお店ですね。そうだ。でも吉村屋に入ろうとは思わなかったの。怖いじゃないですか。怖いとこにいるじゃん。なんつって一風堂ってさ、本当に本当に怖いとこにいるんだからさ、吉村屋も同じようなもんじゃないの。確かに確かに。そこの違いやる。ないですね。ないですね。あんまないです。でも。多分テレビとかは見てたんじゃないかな、吉村屋のお弟子さん蹴ってるとか、いや、そのイメージがあったから、もうなんか怖いお店のボスみたいな、イメージはあったかもしれないです。もう入ろうなんて気はさらさらなかったですね、はい、普通に美味しいなと思って食べてたそうだから、独立してから正直もう行く頻度は年に1回になったんですよ。で、まあすごい修行時代一番行ってたぐらい好きだお店だから、1年に1回は行こうみたいな風なマイルールで行ってたんですけど、もう今食べ歩きを始めてからはもう2年に1回とか、はい、ぐらいのペースになっちゃってます、正直、はい、だから今後、吉村屋以上に通うお店出てくる気がします。はい、まあ和也とかが今やっぱ近いから、そういう意味では目黒行きやすいんで、でどっか食べ歩き行った帰りに夜でもいいんですよね、すごく、だから、あ、そうだ、じゃあ冷やし中華というか冷やしラーメンが、始めたからちょっと2軒目で行こうかなとかができるんで、今後塗り替わる可能性はありますね。はい、吉村屋って結構びっくりだね。ああ、そうですか。まあ並ぶ店でもありますしね、気軽にっていう感じじゃないですよね。まあこれ正直知ってるし、何度も話してると思うんですけど、ジュアンさんは、まあ、どこでしょうか。いや、もうまあね、ずっと僕のことを追ってくれてる人は知ってると思うんですが、はい、僕はもう北見にあった大正軒です。はい、もう今閉店してしまったんですけど、何年か前に閉店してしまったんですが、まあね、単純に狛江に住んでて、家の近所、自転車でもう 3,4 分のとこにあって、投資営業で、夕方4時5時ぐらいまでかな、11時ぐらいから4時5時ぐらいまでやってたんで、まあ今日はもう、どこも行かず家で仕事するぞなんていう時は、もうほぼ食べてたね。少なくても週1回は食べてたし、多いと週2回3回食べてたから、うわ、じゃあもう本当に何回行ったか数えきれない。数えきれない。で、あのさ、なんか別の話でさ、ラーメンにカウントするかみたいな話してたじゃん、はい、僕ね、もうね、結構カウントしてなかった。はぁ、うわ、すげえ。じゃあもう北見大正軒は、僕の中でもラーメンじゃなくて、すげえ、食事なの。すげえ、それはすげえ。食事だからね、カウントしてなかったんじゃないかな。あー、なるほど、すげえ。それぐらい言ってたね。あー、なるほどな。だまあここで紹介してもね、ちょっと多分いけないよって思われちゃうというか、はい、なんで、まあなんでって言うんだけど、今行けるお店で僕が一番通ってるお店、知ってるっていうか、でもこれもなんかよく喋ってる気がするけど、今現存するお店、はい、今あるお店で僕が一番食べてるラーメン、その答えちょっと面白いですか。いや、別に面白くはない。違うわ。え、なんで、なんか、いや、ね、どこ面白いって。もう2つはパッと思い浮かんだんですけど、いや、これ単純に、あの SNS を見てる時の印象ですよ、もう困った時の経過と困った時の中本この辺困った時のシリーズだと新宿の万代もあるね。ああ
千家万来中本困った時に言うのめっちゃだけど、はい、これではない。じゃないか。うん、じゃあちょっとピンとこないっていうか分かんないですね。でもあの、梅ヶ丘の勝也。ああはい。うん。ちょっと、まあ、ちょっとね、カウントがあれだけど、はい、その前の梅ヶ丘大正剣時代から行ってるから、ああ、なるほど。まあそれを含めるかどうかもあるけど、はい、まあそれにしても、はい、うん、梅ヶ丘のカツ屋が多分今あるお店の中で多く一番食べてるお店かな。うーん、じゃあこれちょっとあれですね、今年今更初訪問です。あ、カツ屋行きました、今年初めて。まあいや、まあね、まあ、まあ、いや、まあ、まあ、いや別にね、はい、必須店ではないからさ、まあ永福町が近くにあるしさ、はい、ね、正直、うん、あの辺、うんうん、インターネット検索で、うん、多分目には入ってます、うん、でも、うん、もうスルーしてました正直。まあそうだよね、はい、で行ったら美味しくて結構びっくりしましたね。あー、ちゃんとしてる、ちゃんとしてるって言ったらあれですけど、いやって、あの永福条件の中でもね、かなりちゃんとしてる、うん、うん、美味しかったっすね、あれ良かった。そう、あ、でもまあなんかまあ通学路っていうかさ、まあ小林に住んだから、はい、うん、小田急線でね、定期の範囲内でもう何度も通るとこだったから、うん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 、でもやっぱああいうラーメンがそのまあも、うん、食事として求めるラーメンなんですかね。そうだよね、やっぱそうだよね、北見の大正軒もそうだけど、うん、ボリューミーっていうのが一つポイントかな、うんうんうん、食事として食べてるってさ、はいはいはい、いやー、うん、結構ね、僕ね、そういうリピートするお店がある人、うん、羨ましくはあるんですよね。作りたいんですよ。なんで？なんか、なんで？いや、結構、ちょっと話がね、それたらごめんなさいね。うん、食べ歩きをこうしてるんですが、うん、やっぱ、あ、今日ちょっと行きたくないなっていう日あるんですよ。うん、はい、それはラーメン食べたくないとかじゃなくて、うん、もう体を動かしたくないみたいな、うんうん、で徒歩圏内でなんかそういう時に使えるお店っていうのがちょっと羨ましいなって。まあ、つまり岡山にはドーリックを満足させられるお店がないということでよろしいですか。だってそういうことですね。だって正直昼顔とかきついっすよ。まあねえ、ま、週に1回昼顔は美味しいですよ、ま、美味しいラーメンですけど、まあ、まあまあわかる、まあ、僕もね近くにやって週1回行くかって行かないね。はい、はい、うん、長浜ナンバーワン週に1回行きます。やっぱベロベロに酔っ払ってたら話は別ですよ、うん、いやー週に1回じゃないんだよな。で村本、うんうん、はちょっといいんですけど、うん、ちょっと優しすぎるんですよね、うん、僕あのラーメンめちゃくちゃ好きなんですけど、もうちょいパンチがあるとそう通いたくなる、うんうん、まあ、パンチっていうか、あの薄くない？薄いです。なんかまさにそのね、ムカチョウ、昔ながらのムカチョウラーメンというか、はい、っていう。でもだからスッと入るときはもうめちゃくちゃいいんですけどね。でもあの新しく家系できたじゃん。いやもうあれ無理ですよ、もう。吉村屋はいいけど、あれは、いやだってもう骨骨ですもん、骨骨。はい。だあるいはもう月に1回とか、なんなら半年に1回食べてガツンとうわうめえなっていうラーメンですから、うん、あれは毎週はちょっと厳しいですね。はい、とかあと花火とかですよ、台湾混ぜそば。花火じゃない、心か、うん、ごめんなさい。いやー、そういうのがなくて、はい、ね。まあね、いや僕も今さ、家の近所にあるかっていうとないからさ、はい、うーん、まあね、自分の近所あるといいよね。いいですね。通いたいお店があるとね。はい。だから和也かな。なんかいい意味でブレがあるから。ああ。はい。ちょっとした、うん、そういう店の方がやっぱいいかなって思ってますね。あ、そうですね。また関係ない話しちゃっていい。はい。まあ本当関係ない話なんだけどさ。はい。ババアってさ、はい、僕よく行く町中華があるの。うん。でね、昨日食べてね。はい。ふとね。うん、まあそこもね、よく行くんだよ。はい。まあ年に何回か、行くんだけど、うん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 。で、昨日食べてて、はい、僕ね、そこ、ぐんとね、もやしそば食べたんだけど、うん、
写真も撮ってないし、あ、僕これラーメンにカウント しないわって思いながら食べてた。もう天然じゃないですか。だからもうこれ僕の中では、はい、ラーメンじゃなくてもう食事なんだなと思って。これ、あー、なんかラーメン屋さんがお客さんで、うん、ジュアンさん来て写真撮んなかったら超ショックですよね。うちのラーメンにカウントされてないって。まあ、そんなこと絶対ないでしょうけど、ラーメン屋ではないですよね。あ、でもなんかそうやってリピートする食べ物自体が、うん、そもそもないかもしれないです、僕。あ、そうなんだ。ラーメン以外でもこれしょっちゅう食べます、うん、みたいなものがないですね、思い当たるもんが、うん、なんか好きなものが変なんですよ、うん、僕、うん、どんどん関係ない話になっちゃいますけど僕好きなものが、うん、タルタルソースとバナナ味の何か、この2つなんですよ、うん、はい、まず世の中にあんまないんですよね、タルタルソースだって。まずその主となる揚げ物がないと、若干さ、タルタルソースと バナナ味の何かって聞くとさ、はい、なんか若干ね、はい、あの味音痴なような方向性を感じちゃうんだけど、そうでね、あのね、この YouTube で、どうりくんの勧めてたお店があんま刺さんなかったですっていう意見何回も聞くじゃないですか。僕ね、怖くなるんですよね。あ、やっぱ僕って味落ちなのかなって。いや、ほんとに。うん。ちょっと怖いんですよ。ゾッとするんですよ。はい。でもな、黒木みたいな繊細なラーメン食べて美味しいと思うしな、みたいな。どうなんだろうみたいな。どうなんでしょうね。なんかもうだんだんもうさ、道理と地盤のここだけの話みたいになっちゃってるけど。本当だ。あ、でも着地点としてはやっぱり多少やっぱね、味音痴なんだと思うんですよ。多少。うん。だから吉村屋みたいなガツンとしたラーメンが一番いってるっていう結果になるんじゃないかなって。はい、だから僕は後天的に鍛えた舌だと思います。はい、ラーメン屋さんになって磨いた味覚。はい、こんなんでいいですかね。これからの道理くんに期待です。はい、では。